何百グラム食ったらゴールドカードとかプラチナとかなっていくんですよね。そうそう、ポイント制のそうジュースが1本タダでもらえるの。あ、そうなんですよね。どこの店の話をしてないの。うなりステーキ知らん。知らん、うん、え、いきなりステーキ知らん。知らん。え、お前地球で生きてる。え、俺地球で舞台やってんの。いきなりステーキ、いきなりステーキ知らんの。知らん。何え、びっくりドンキみたいな感じ。え、まあ、うん、おすすめはね、大島スムージー。明日葉があるんですね。何明日葉って。あの葉っぱ、こういうね、まあ、本当に緑の葉っぱで、ね、熱海とかやと、あ、天ぷらにしたりして食べてる。へぇ、絶対美味しくないでしょう。いや美味しいどうすんだよ、これが捨てたの。パチカってこんなめちゃくちゃ試食できるもんなん。いやいやいや、こんなできないです。今日は特別ね。特別です。こんな店のやつ一個一個食べる、俺はダメです。そうなんや。え、ほうとう、うん、何ほうとう。え、え、いえ、ほうとうですよ。ほうとうって何。え、え、何やねん、ほうとうって何やん。ほうとうですやん。何ほうとう。いや、ほうとうやん。何ほうとう。山梨名物ですやん。知らんよ。お待ちください。ありがとうございます。音と振動で。マジか、すげえな、ハイテクやな。え、どこのフードコートにもあんの。嘘だよ。あります、あります。そう。生まれて初めて知ったフードコートの呼び出しブザーに痛く感動する光一。高見沢さん、これ知ってます。これ何これ。え、何これ。振動と音で知らせてくれるらしい。嘘。びっくりする。出来上がったらこれが振動するらしい。すごいじゃん。いや、俺いつから。びっくりした。いつから。どのフードコートにもあるらしい。そうみたいよ。こっから使って知ってるよ。全然、絶対おかしい。知ってるよ。おかしい。絶対高見沢さんやったら感動してくれると思ってよ。あなたはこれ知ってた。知ってますよ。振動と音でお知らせくれるんだよ。本当に知らなさすぎですよ、こういうことを。なんで。え、だってこういうものが世の中にあるということを。いや、俺は知ってたよ。絶対知らないでしょ。これロールアップぐらいにして売っといたら。もう確かに。ロールアップっていうの。裾上げじゃねえ。美業界の著名人を知らなさすぎたりですね。さっきも言ったけど、テレビあんまり見ないよ。あんま見ないですね。そんなの関係ねえは覚えましたよ、僕は。いや、もう、覚えました。ちょっと、やってみてください。そんなのない。あの、もう、あれで、こういうのはもう、本腰でやらなあかん。ほんまやな。そうそう。そんなの関係ねえ。そんなの関係ねえ。はい。おっさっき。かすってるけど、かすってるけど違うよ。違うか。いや、それ誰に教えてもらうか。お前嘘をついたの。違うの。わあ、すごいやつ。油をつかないやつですね。そう、油をつかない揚げ物。電子レンジみたいなやつ。そうです。はい。ヘルシーに揚げ物ができる。世間知らずっていう絵ですか。なんとでも言えばいい。